これより小学中学1年生男子軽量級の部の決勝戦を行います。白ゼッケン291番、下瀬風磨選手。赤ゼッケン305番、南出和志選手。
南出和志選手の中学1年生男子軽量級の部のチャンピオンが決まりました。赤旗、柴田にも上がりました。下末